ばんは。やっほー、こんばんは。遅くにすいません。嬉しい。白似合う。袖がめっちゃ可愛いんですよ、この服。ネイルが伸びすぎ女です。こんばんは。いっちゃん可愛い。ほんまかほんまか。名前的にちゃうっぽいけど。おやすみ前やったぜ。なんかね、さっきから活動を始めた、また最近ね、ほんと朝にやる気が出なくて何もできなくて、ほんとにびっくりするぐらいだから何もしてないです。ほんとにそう、夜型。こんな時間にそんな服、いや、着てるっていうか今着た着てるっていうか今着たんですけど。お前届いた、よかった。こんばんは。こんばんは。さっきヘアオイル塗ったからめっちゃ手がいい香りします。見て、ほら、もうズボラが出てる。ここまでさ、綺麗に巻いてもさ、もうここ巻くのめんどくさいから、もう巻かないで、横にシュッてやったらちょっと巻いてるみたいに見えるっていう技があるんですよ。こんばんは。ルームスのコメント返しね、まだ終わってない、終わってないけど途中までやってます。待っててください、皆さん。絶対に最後まで行きますんで。こんばんは。皆さん今日は何してましたか。お仕事してましたか。お疲れ様です。お仕事かな。なんか最近毎日カラコンしすぎて、もう目がもうバシバシになっちゃって、もう全然あれよ、あれあれできないから、もう今日もね入れなかったし。休みいいね。労働お疲れ様です。ここだけお仕事お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。学校お疲れ様です。仕事からの世代交代いいですね。めっちゃさ、前髪も伸びてるし爪も伸びてるし、もうダメだね。やっぱなんかさ、ほんと気合い入れないとダメだよね。そう、目薬使わないと。こんばんは。え、ショールームって時差ないんだっけ。ショールーム時差ないのかな。最近自撮り棒欲しくてさ、自撮り棒何がいいんだろうね、迷い中ですね。アイメイク好き、嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。この服めっちゃ可愛くないですか。さっきまでソードアートオンラインの映画見てた。ソードアートオンラインの昨日のラジコで兄さんが田崎さんのレモンバナナ美味しいって、え、
マジで？うわ、まだやってない、やろう。美味しいんだあれ、やりたいな、めっちゃやりたい、やろう。ソードアートオンライン好きだよ、めっちゃ好き、全部見た。嘘、一番新しいやつ見れてない。え、似合ってる、嘘、嬉しい。これね、シーンなんですよ、すごくない？めちゃくちゃフリフリなの、シーンで売ってた。うん、お、なんだって、お話し会行きたい。なんと今受付中でちゃっかりね、宣伝もして。そろそろさ、雪のから回ってきたお題やらないとダメだよね。お題がライブの感想と新チームでの目標。ワンピースじゃないよ、ブラウス。下はね、ここだけの話、あの部屋着を着てます、申し訳ない。遊びに来たよ、やっほー。ライブの感想か、なんだろう、ピンク色の世界とか、前からあやりたいなって言ってた曲できたりして、あと法定速度とかはめっちゃやったことあったんで嬉しかったですね。あとは、なんだろう、でも床の間とか歌わりあったりして楽しかったな。でもめっちゃいろんなとこでさ、ライブの感想言いすぎてさ、もう何言おうって感じ。あとは、あ、レディオネームとか投稿したんですけど、ね、あと新チームでのね、初披露もありました。ヘタレ恋の恋のヘタレや、俺はヘタレやっていうやつがあるんですけど、だから皆さん、あの、ててよろしくお願いしますね。アミちゃん、イミフのリクエストしたん、自慢してた。めっちゃおもろい。アミちゃんさ、ほんとセンスいいよね。めっちゃセンスいいっす。いやー、ミカナさんのイミフ最強でしたよね。この上ないくらい似合っててびっくりし、びっくりっていうか、似合う、何でも似合い、似合われるんですけど、めちゃくちゃ似合っててびっくりしました。衝撃、なんか、すごいみたいな感じの衝撃がありました。かわいい。新チームね、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいわ、本当にめっちゃ楽しい。早く公演したいですね。ミカナ様って感じだったね。ねえ、だよね。でもヘタレもさ、いろんなとこで披露したいですね、 B2 として。大丈夫？なんだろう。こんにちは、こんにちは。めっちゃ夜遅い配信久しぶり。でも、もう最近ずっと眠くて、なんか朝も眠いし、なんかもうずっと眠くて1日30時間ぐらい寝れそうって感じ。こんばんは、今日も可愛いよ、ありがとうもうほんと1日30時間ぐらいさ寝れそうだよね。寝てればいい、ほんまに。あ、そうか、季節のさ変わり目だから眠いのかな。めっちゃね、すっごい、なんか1ヶ月に1回ぐらい眠い、ね、1ヶ月に3回ぐらい、もう眠い、眠い、何時間寝ても眠いみたいな日があるんですよね。でもなんか起きなくてもいいって思ったらさ寝ちゃうから、今日もなんかせっかく休みだしネイルとか行こうと思ったんですけど、結局予約画面見てるうちに寝てて、気づいたら夕方でした。配信やん、大丈夫かな、こんなん言っちゃって。
アイドル失格、アイドル失格、アイドル失格だよってなりますよね。確かにそう、ま、ほんまに秋やからな、秋になっちゃったから、秋になっちゃったからだよね。眠いの多分。わ、今目に入ったんですけど、皆さんラルム、ラルムとか見ますか？かわいい、めっちゃかわいいよ。かわいすぎて発売日にダッシュしました。発売日ダッシュ。ラルム、昨日は12時ぐらいに寝て、今日朝10時に起きたんですよ。朝10時に起きたのに、なんかお昼過ぎぐらいから寝て、また6時になってたっていう話です。チーン、あ、そう、ライブの感想と新チームでの目標だよね。新チームでの目標はなんだろうな、もっとキャラを出す、殻を破る。いやもうね、2年も経つのにね、あんまりさ、なんかね、殻を破れてない気もするので、ちょっといっぱい殻を破ったり MC でね、面白いこと言ったりするのが目標です。受ける、目標受けるそれは嘘なんですけど、推しの子、推しの小見春、小見春、そう、新チームね、めっちゃ遊びに来たよ、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 こんばんは。出してるけど他のファンの人に伝わってないのか、そうなのかな。でもまあそれもあるかもしれない。なんか、うん、なんていうんだろう、タイミングがやっぱね、もっとまたぎとか写真集じゃないよ、ラルムっていう雑誌なんですけど、このアーリーさんの卒業するんです、ラルムを。多分大変、びっくりした。いや私より皆さんの方がびっくりしましたね。大丈夫かな、大丈夫でしたこんばんは。周年で矢を取ってて、矢の可愛さを発見できました。嬉しい、ありがとうございます。亀子さんかな、めっちゃ笑、めっちゃ笑って、まずいもの映ってないですかね。私もすっごい短パン履いてるんで大丈夫かな、バーン、バーンされないかな。ゆうが大丈夫であるまで、元気元気、大丈夫、元気元気そりゃそうだ、そりゃそうだ、こんな暴れて元気元気元気だよ。いや本当事故、本当事故だよね。もう気をつけますね、もう本当に、もうアイドルなんだからもう履いててよかった。一瞬さ、さっき履かずにさ、やるかちょっと迷って履いたから、本当にあの時履く選択してよかったって思った今危な、危なかった。リップ塗っとこう。よかったよかった、本当に履いててよかったよ。わー履かない選択肢っていうかさ、ね、めっちゃ危なかったなんで履かずにやんねん。確かに、いやあの、そう、めんどくさくて履くのが。でもあったんで、その辺に履きました。その辺にあってよかったよね、本当に。その辺になかったら履いてないところだった。事故事故、本当に事故。
よかった。まあ、でも新チーム楽しみですね。公演の初日も決まったじゃないですか、日にちが。まあまずは出れることがまあ目標なんですけど、前回出れなかったからさ。素もね、出したらいいよね。明日はいっぱい寝れないので、いっぱい寝れないのでいっぱい寝れないのか。初日入りたいよね。何人公演なんだろうね。何にも知らないよまだ。本当にやばくないですか。初日の日しか知らない。だから多分皆さんと同じぐらいの情報量ですね。何人公演なんだろう。ちょっとね、絶対出れるよ、大丈夫、ありがとう。新体制不安、ほんと不安。新芽気になる。でもあのライブの時の新芽は いつもしおりさんでした。嬉しいね。月曜日の ANN でもマイティさんがまだしおり一人決まってない。え、そんなもんです。ほんとにそんなもんほんとにそんなもんですね。本当に何も決まってないと思います。本当に決まってないから言われてないのか、決まってるけど言われてないかわかんないんですけど、多分決まってないんじゃないですかね。皆さん私が出たら見に来てくださいね。公演楽しいよ、公演楽しいよ。あーでもね、ナンバー笑顔開花宣言寂しいよね、寂しいよね。バカニャンさん、バカニャンさんね、同じチームが良かったよね。寂しい。でも絶対また来ますんで。曲どうなるんだろう。新チーム曲もやるのかな。やりそうだよね。どうなんだろう。楽しいからやりたいけど。寂しいよね。出演メンバー外れて泣いてもいいけどやめるなんて言わないでめっちゃ先を読みますね。大丈夫ですよ、そんな私そんな弱くないですよ。めっちゃ強いんでメンタル。意外とね、メンタル弱そうって思われてると思うんですけど、意外と強いんで大丈夫ですよ。パワー。でもまあなんかラブ修行、七期生さんのラブ修行を見てて思ったんですけど、やっぱりなんかなんだろう、なんて言うんだろう、こうなんて言うんだろうね、エモさが出るよね。終わった後、終わった後っていうか、こうなんか公演が終わったからこそのエモさっていうか、まあそういうのもあるなって思いました。だから皆さんきっと思い出は美しくなると信じてましょう。いきなりのパワー、パワー、うん、確かにね、9期生もね今の公演やから、こうアンダーとかもねいっぱいやりそうですよね。え、誰が B2 っぽいですか。9期生の子で新チーム B2 っぽい。え、ちょっと今めっちゃさ疲れたらさ、よくないさ質問ダメですよ。これ8期といえばこれって結局あるっけ。
1週間一応1週間。いやなんかねそれみんなで話してて、規制公演もないからなんか自分らエモい曲なくないみたいな話してたんですよね。規制曲もないし、だからあんまりちょっと言わないでもらって。そうなんだよね、1週間さやってたけどさ、1週間言うてアミタン、アミタン、そうだよね、アミタンだよね、やっぱアミタンだよね、やっぱアミタンだよね、アミタンめっちゃビーツっぽいよね。え、いいよ全然、本当にいいんですよこの質問、もうほぼネタみたいな感じなんで、私たちの中でも結構笑い話になってるんで、もう乗り越えたんで大丈夫ですよ。吸気性のこと詳しくない、そうか、まあ入ったばっかりだもんね。でもね、誰がっぽいって言われたら、でもやっぱアミタンかな。B2 っぽい、 B2 っぽい、てんなちゃん N めっちゃわかる、 N っぽいよね、てんなちゃん、まなみやみたいな方、確かにその3人っぽいな。え、でもまなみは N っぽくない？顔はまなみ、わかる、顔はまなみもだよね、でもさ中身多分 N だよね。え、私的にはでもなんかコヨリンとかB2 っぽいなって思うんですけど、どうですか、どうですか、 B2 またぐなら、あ、ゆきのん、ゆきのんかわいいよねめっちゃ。あ、レイポン、頭ポンポンさん、レイポン、確かに、うん、これより M っぽい、あ、そう、あ、M か、 M っぽいか、そうなんだ、ゆきのんビーツっぽい、さゆきちゃん N っぽい、あー確かに、クーリン M、 え、レイポン M、 チカポヨは M 流れで読ませないでよ、笑っちゃうやん、みちかしげさんのさ、リオピ、リオピ、でもミオチに似てるから M、 めっちゃみんな盛り上がるやん急に近ぼよは M って読んじゃったよ、変、変な、変やからな、近ぼよさんかわいいな、面白いよみんな、面白いね、バラエティー担当やもんな。あ、お題で出してないよね、出して、あ、逆に正規面、正規面で B2、 誰だろう、うん、え、やよい M っぽいですか？めっちゃ B2 って言われるんですけどね。でも M も言われますね。N はないよねって言われます。え、そう、M かと思ったってめっちゃ言われる。でも自分でもなんか、ちょっとはるかさんが M に行った時に、え、待って、もしかしたら M かもってちょっと思ったけど、でも B2 だろうなって思ってたんで、B2。そろそろさ、お題出さないとダメですよね。じゃあ次の方へのお題は何にしようかな。あ、じゃあこの話さ引き継いでもらいましょうよ。新チーム、新チームメンバーで、なんて言ったらいいんだろう、新チームメンバーっぽい人
と待って、なんて言ったらいいんだろう。新チームメンバー、新チーム NMB2 に B2、難しいからやめよう難しいからやめよう。何にしよう。何だろう。お題何にしよう。何にしようかな。めっちゃ難しい。どうしよう。今日食べたものなんか適当すぎか、これは。どうしようかな。どうしよう。絶対このお題でもすぐ終わるからやめますね。本当に真剣に、真剣にちょっとこのお題すぐ終わり。あーでも、あ、サツキ B2 でやりたいこと、これいいかもしれない。新チームでやりそうな曲、どうだろう。もうセトリまだ分かんないからいいかもしれないけど、でもなんか予想されちゃうのちょっとよくなくない。思い出系もねいいかもしれない。何にしよう。何にしよう。あ、じゃあメンバーになんか似合う曲みたいな、どうですか。例えば私的に雪乃はめっちゃツンデレって曲やってほしいなとか、そう、 B2 メンバーにやってほしい曲とかにしようかな。これにしよう。 B2 メンバーにやってほしい曲します。と、あと、じゃあ何にしよう。もう一個ぐらいあった方がいいよね、話しやすいよね。ライブでのエピソードとかそんなんないか。と、なんだよ、マブダチがなな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 、拳の正義めっちゃハマってる。あ、ライブで大変だった、いいね、ライブで大変だったんでしょ。ライブで食べてみたお弁当これですって終わっちゃうです。あ、でもここ成長したな、いいね。なんかライブですごい大変だったり成長したなって思った出来事にします。ありがとうございます。あんをね、いっぱいありがとうございます。あ、でもコンサートでやらかしたこととかも面白そう。確かに。ランキングを読みたいと思います。13位、まるくんさん、ありがとうございます。12位、ジョーさん、ありがとうございます。11位、まっさんさん、ありがとうございます。10位、みのりちゃん、ありがとうございます。9位、ジェフさん、ありがとうございます。8位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。7位、しろちゃん、ありがとうございます。6位、ヨシラッシュさん、ありがとうございます。5位、モンブランさん、ありがとうございます。4位、さーちゃんさん、ありがとうございます。3位、しずまる、ありがとうございます。2位、あつまる、ありがとうございます。1位は牛地マリオさんです。ありがとうございます。おやすみ。こんなね、夜遅い時間にありがとうございました。皆さんゆっくり寝てください。お仕事や学校の疲れを癒してください。ありがとう、楽しかった。明日じゃないわ、またルームスしますね。ルームスも見に来てくださいね。それではおやすみなさーい。